宇宙飛行士の野口さんが唐揚げくんを実食です。 ISS 国際宇宙ステーションに到着した野口聡一さんは無重力空間でローソンの唐揚げくんを食べました。唐揚げそのもののサクサク感っていうのがすごいいい感じで保たれてますね。宇宙で唐揚げを食べたいっていうのが僕の一つの希望だったので本当に嬉しいです。美味しい。野口さんは国際宇宙ステーションに来年4月まで滞在し iPS 細胞を使った実験などさまざまな任務に臨みます。